皆さんこんにちは、わたがしです。いや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 、お久しぶりでございます。約4ヶ月ですかね、メインチャンネルの長尺動画撮っていませんでした。皆さんただいまね、久しぶりに長尺動画となりまして、おそらくうまく喋れないと思うんですけれども、まあ私の長尺動画が見たいとかね、最近ショート動画ばかりで長い動画ないので見せてくださいという意見をね結構いただきましたので、久しぶりに撮っていこうかなっていうふうに思います。ちょっとうまく喋れるかな、わからないけれどもね。で、久しぶりの動画でちょっと暗い話題になってしまって申し訳ないんですけれども、今回はですね、最近のパチンコスロット超つまらなくね、オワコン業界について語るというテーマでまったりと話していきたいと思います。はい、皆さん最近パチンコは打っていますでしょうか、スロット打っていますでしょうかね。目まぐるしいぐらい新台が登場していますけれども、特にこれといったなんかめちゃくちゃ目立つっていう台がここ最近出ていなくて、未だにねパチンコはエヴァ方向でよくね、リゼロでよくねみたいなね、永遠の消防隊もその中にちょっと入ってきたけれども、なんかエヴァにね勝てないみたいな微妙なところにいるみたいなね、感じで、最近の新台どうなのっていう感じがするんですけれども、まあ私はですね、行く回数が、極端に減っちゃいました。っていうのもね、タイトルに書いてある通り、ほんとここ最近のパチンコスロットつまんないんですよね。まあ打つは打つんですよ。前みたいにそのなんかすごい楽しいなとか、うわー最高だなって思って打つっていう感じじゃなくて、いや動画撮るためにちょっとネタ探しにでも行こうかなとか、まあちょっとなんか時間潰しに行こうかなみたいな、感じの考え方に変わってしまってですね、一昔前みたいに楽しんで打つことがなくなってしまったっていうのがね、最近の、私の事情でございます。ただね、ちょっとまあ一つ市場を挟むんですけれども、この間岐阜堂々のねスマパチを打ってきましてですね、横の方に画像貼っておきたいと思うんですけどね、一撃でね 43,642発出すことができました。この台ね、継続率ラッシュのね継続率 70% でオール3000発なんですけれども、初回振り分け 20% の3000発を左打ちの時に引いて、そこから右で14連ぐらいして4万3000発出たっていう感じなんですけれども、この台ね3000発取れなくねっていうね、ちょっとまあ特殊なポケットがね右打ちの時についてるんですけれども、それのせいでね3000発取れなくねっていうね、感じがするんですけれども、まあね、なんとかっていうか一撃で4万3000発出すことができました。はい、これをねショート動画で言うとね、お前自慢すんじゃねえよとかね、そういう声めちゃくちゃいただくんで、たまにはねこういう長尺動画の時にね言おうと思って、撮っておきました。岐阜堂々が出た当初に、出た出玉ですね。はい、本題に入りたいと思うんですけれども、まあパチンコスロットねつまらなくなったということで、なんでこんなにね、つまらなくなってしまったのか、ちょっと私なりにねピックアップしたというか、まあつまらない要素をですね、まとめましたので、ちょっとそれについて最初話していきたいなというふうに思います。まずパチンコなんですけれども、なんでこんなにつまらなくなったのかなって考えた時に、やはりねスペックが本当似たり寄ったりになったなっていう感じがしますね。これまあ何回も私動画で説明してるんですけれども、本当3000発のねリゼロからスタートし、もう3000発の台が当たり前になっているとね。最近で言うとライトミドルのイニシャル D とかね、あるいはガンツとかもライトミドルなのに3000発搭載して継続率下げて、突入率も下げてみたいな感じで、よりきつくして3000発をなんとか際立たせようとしている、そういったなんかメーカーの魂胆が伺えるっていうか、なんかそんな感じで3000発を無理に搭載させようとしている、ところがまず気に食わないというか、他の要素下げなくてもいいから、もう少しなんか遊べるスペック出してっていう風に、私は思いますね。あとやはりカスタムですかね。一昔前とかはカスタムとかねない台が多かったんですけれども、今ってもうカスタムが当たり前になってまして、例えばレバブルアップモードとか先読み圧モードとか、あるいはなんだろうギアクラッシュとか、あとはまあ主流で言うと先バレとかね、なんて言うんでしたっけ、いきなりフラッシュとかねあると思うんですけれども、もうそれをつけて遊戯するのが当たり前というか、もうみんなカスタムをつけてスマホを見て、もうただただね音が鳴るのを待つみたいな、先読みが来るのを待つみたいな、もう感じの人ばっかりなんですよ。
この間パチ屋に行った時ね、一列結構な人座ってたんですけれども、もうすごかったんですよ。もうみんなね、スマホを見てずっとハンドルを握っているだけ。何しに来てるのあなたたちっていう感じがしたんですけれども、本当なんか宗教みたいな感じで、みんなスマホを見てね、画面見ずに保留溜まってるのだけ確認して、こうやってずっとスマホでなんか漫画見たりとか動画見たりとかしてるんですよ。これってパチンコを楽しみに来てるんですかねっていう感じが私はしたんですけれども、何かに取りつかれたかのようにね、本当にカスタムだけに頼ってというか、カスタムだけ入れてなんか待ってるのはちょっとパチンコの楽しみ方違うんじゃないかなって思いますね。あとはラッシュのスピードですね。最近はまあかぐや様は告らせたいみたいな、エヴァのロング ST みたいな感じでね、消化速度は速いけれどもロング ST だから楽しめるみたいな台はちょくちょく出てきてますけれども、それでもね 1,2 回転で決着がつく台だったりとか、継続率が 70% から 75% ぐらいしかなくて、ラッシュの時間が5分10分も楽しめないみたいな台ってすごく多いじゃないですか。何しに我々がパチ屋に行くかって言ったら、大当たり、まあ、出玉を楽しむっていうのももちろんですけれども、その大当たり中の演出だったりとか右打ちを楽しむために、まあ、パチンコって打っているようなもんじゃないですか。でその時間を極限までカットして出玉に特化して、通常時はもう何も演出が来ない暇っていうね、このスマホを見て待ってるっていう、これがもうね、パチンコじゃないんですよね。でそれにプラスしてですよ、今釘めちゃくちゃ悪いじゃないですか。まあエヴァとかだったらね、17回転とかいいところだと20回転21回転とか回る店もありますけれども、バラエティーコーナーとかちょっとね寝台から落ちた準寝台とかになるとですね、もう本当に12回転とか14回転とか、もう明らかに余裕で期待値マイナスの台ばかりしかないわけなんですよね。この状況でどうやってパチンコを楽しむんですかっていうね、そういった感じに私は思います。だから私はね、もうメーカーさんに言いたい、まあ、3000発にこだわった方が、スピードにこだわった方が台が売れる、それは間違いないかもしれないけれども、我々ユーザーが求めてるのね、まあ皆さんの意見を代弁して言わせていただきますよ、ね、全員が全員私の意見に一致するかは分からないけれども、李北斗無双のようなね、トータル継続率じゃなくて純粋な継続率 84% で1500発もしっかり取れる台を出してくれたりだとか、あるいはですね、ライトミドルで言うと肛門茶間神盛り2みたいなね、今上限1500発ですけれども、ごち盛り装置のおかげで1回の大当たりで2000発取れるみたいな、なんかそういった特別感のある台をですね出してほしいわけなんですよ。一応肛門茶間神盛り2もですね、時短が、まあ、少ないけれどもちょっとはついててワクワクはできるわけじゃないですか。そう、時短なしとかじゃなくて、せめてまあ時短ね、ライトミドルで50回とか、まあ、そこら辺とかもらえるとユーザーもやる気が出るというか、引き戻してやるぞみたいな感じになって、よりね台に食いつくんじゃないかなと思いますんで、今言った李北斗無双の319とか199の肛門茶間神盛り2みたいな台をですね、もう少し開発していった方が、いいんじゃないかなっていうふうに思います。やばい、久々の長尺動画だからちょっと愚痴が止まらなくなってしまうんですけれども、パチンコだけでこんな長い時間になってしまったんで、スロットに行きたいと思います。まあ、スロットはね、皆さんどうでしょう、まあ、パチンコしか打たない方からしたらわからないかもしれないけれども、最近ねもう何を出しても流行らないんですよ。そう、スマスロ北斗の拳が出た時、うわこれはすごい斬新な革命だ、4号機のね彷彿させるような出来だみたいな感じで、もうすごい盛り上がりましたけどね、その北斗の拳が出た後の新台はですね、どれ一つとしてもうめちゃくちゃ流行ったっていうものが出ておりません。そしてエヴァンゲリオンを使ったスマスロ、これはねもう流行らせなければいけないというレベルだと思うんですけれども、まさかのゴッドのパクリのね台を出して、しかも適当に作った結果、キレキ台を出した結果ですね、稼働貢献2周で終了してしまいました。はい、三強さん全くやる気ないです。もうキレキ台だからとりあえず売れればいいやとね、これから有名な台が控えています、新エヴァンゲリオンね、スマパチ、それからピーキとして12月に登場するんですけれども、まあ、それの切り機台なのか何なのか分かりませんが、とりあえず今のうちに売っとけということで、クソみたいな台をですね、各ホールに売りつけまくりました。その結果たったの2週間ぐらいでエヴァの、スマスロの中古価格が4万円にまで激減してしまいました。もうパチはね大ダメージですよ。こんな台買わなきゃよかった、でも買わなきゃ新エヴァンゲリオン導入できない、ね、いろいろな葛藤があったと思います。
こういうね、喜劇台を導入しなきゃ有名台を入れられないっていう、このシステムをどうにかしろよっていうふうに私は思うんですけどね。皆さんどう思いますか？はい。で、今の、スマスロのね、ダメなところをね、話したいと、あ、スマスロじゃないですね、スロットのダメなところをですね、話したいなというふうに思うんですけれども、やはり、ショート動画でも話しましたが、ゲーム性がね、本当に似たり寄ったり、本当ゲーム性が一緒とまで言ったらいいんでしょうかね、そういった台ばかりになっております。まあ、スマスロの特性上仕方がないことかもしれないんですけれども、まずは通常時規定ゲーム数を、目指します。この相手は本当に苦痛です。退屈です。ね、なんとか規定ゲーム数に到達させてですね、まあ、チャンスゾーンに入る台とか AT に直撃する台とかあります。うまく AT に入ったらですね、今度は、下位 AT で、上位 AT を目指すための道のりをですね、なんとかクリアします。まあ、3枚2400枚達成だったりとか、とある条件を満たしたことによって上位 AT に突入するという台が増えてるんですけれども、そこで 50%、60% を突破すると見事上位 AT に到達しますよと。で、その2400枚が、50% くらいでループしますよということでですね、もうそういった台ばかりになっているわけじゃないですか。何一つ変わり映えがない。まあ、その中でもね、やっぱりオリンピアさん、まあ、平和さんって言ったらいいのかな、あの主役は銭形4とかね、戦国乙女とか、まあ、そこら辺出している、メーカーさんなんですけれども、本当にね、すごい出来というか、あのよくできてるなっていう台が、多いんですけれども、他のメーカーさんね、やっぱり特にニューギンさんとかね、ベルセルク無双とか出してるわけですけれども、本当にね、もうやばい、もっと考えて開発しないと、もっともっとね、いい台出せると思うんですけれども、あのバジリスク絆みたいなね、台を出すことできるわけじゃないですか。まあ、12月に、バジ絆が出ますんで、まあ、本当それがどうなるかですよね。私スロットはね、まあ、北斗の拳がある程度流行って今ね結構落ち着いてきましたけれども、12月に出る、まあ、バジ絆、これがね流行るか流行らないかで結構スロットの運命左右されるんじゃないかなと思ってるんですよ。で、11月ぐらいにもですね、窓マギとか、マジハロが出るんですけれども、結構好きな方とか多いと思いますんで、そういった台をうまく作ってやるかどうか、うまくお客さんをつかすことができるかどうかっていうところが、まあ、スロットの肝だと思ってますんで、もうこれがこけてしまったらね、もうスロットもねどうしようもない、もう北斗に頼っているだけっていう感じになっちゃうんじゃないかなと思います。まあ、一番はね、スロットの2400枚のその規制がね緩和されてくれれば、2400枚がなくなっちゃえばね、一撃で5000枚6000枚とか出せればまた違ったゲーム性の台が出せると思うんですけれども、まあ、それもね今厳しくなっているわけですから、まあ、そこをうまくかいくぐって、もう少しなんか違うね斬新なゲーム性を、出していってほしいなっていうふうに思います。まあ、最近ね、本当パチ屋がどんどん潰れていっていますね。これは本当に我々ユーザーがパチンコを打たなくなったっていうのもあると思いますし、新台の導入頻度が多いということももちろんあると思うんですけれども、やっぱりねメーカーさんがねもう少し私は考えてほしいなっていうふうに思うんですよね。メーカーが今一人勝ちしている感じなんですよね。クソ台を開発して有名な台入れたいんだったら、このキレキ台を買えよみたいな感じで、まあ、無理やり売りさばいてメーカーは売り上げアップしているわけだけれども、パチ屋はクソ台を導入したことによってすぐ通路になって機械台回収できずに他の台で回収して設定を入れることできない、釘を締めるしかないから、ユーザーからお金を回収するしかないで、ユーザーは設定も入ってない釘悪いってなったらパチ屋なんて行かなくなるし、お金が尽きてパチ屋に行きたくても行けない人だって出てくるわけじゃないですか。なのでメーカーはもう自分自身の首を絞めてるってことに気づいてないんですよね。とりあえず売りまくればいい、今が良ければそれでいいっていう思考だから、どんどんパチ屋は潰れていくし、どんどんユーザーを離れていくと私は思うんです。このサイクルをどうにかしないと、今後本当パチ屋がねなくなってしまう可能性も十分に考えられますので、先ほど言ったね売れるパチンコスロット台を出すんじゃなくて、もっとユーザーが楽しめるような、リ・北斗無双、黄門茶釜神盛2みたいなね台を出してほしいなっていうふうに思います。はい、というわけでね、ちょっと長々と話してしまったんで、もうここら辺でやめにしましょうか。私いくらでも喋ってしまいますんでね、ちょっとやめておくんですけれども、まあ、本当最近ねあのパチンコやめて投資を始めたいですとか、全然買ってないので副業でお金を稼ぎたいですっていう相談が LINE からすごくたくさん届くわけなんですよ。もうそれぐらいね、もうみんなもうパチンコを打つお金がない、カツカツだとかね、もう今のパチンコがつまらないから他のことをしたいって思っている方が増えているわけなんですよ。まあ、それだけ今のパチンコは辛いですよっていうことですね。まあ、私はね副業とか投資を始めることに関しては大歓迎というか大賛成ですし、まあ、自分のためを思うんだったらパチンコの量を減らして投資の時間を増やす、投資を始めてもっと副収入を増やすとか、そういう風にシフトチェンジした方がいいかなと思いますんで、もし私でよければ、まあ、LINE で相談に乗ることができますので、いつでも連絡してきてください。
で、私の LINE の追加方法はこの動画のコメント欄に私の LINE の URL が貼ってあります。そちらをタップして追加していただくか、もしくはこの動画タイトル下にですね、その他と書いてあるところがあると思うんです。そちらを押していただくとね、概要欄説明欄が出てくるんですけれども、その一番上にですね、 LINE の登録はこちらっていう風に書いてありますので、そちらから追加することができます。無料講座で勉強することができますので、もしこの機会に投資とか副業を始めたいなと思った方は追加して勉強してみてください。それでは最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。